おはようございます。令和元年8月25日日曜日午前8時30分を過ぎたところでございます。ちゃんぽんと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もですね、コンビニのルート配送の移転について続きをお話しさせていただきたいと思っております。今日お話しするテーマは運動。この仕事はですね、トラックでお店に着いてから荷物を台車に乗せて、店内に荷物を台車で運んでいきます。で、荷物が多いとそれが4往復、1店舗あたり4往復にも5往復にも、さらにもっと多くなるという可能性もあります。そしてね、それが1回9店舗や10店舗行って、で、会社に戻るんですけども、それが1日に2回繰り返されますので、常にこう有酸素運動をしているような状態なんですよね。で、荷物を運ぶときには腰を、痛めないように、できるだけしっかりと、腕と足の大きな筋肉をしっかりと使って、で、荷物を運んだりとか、持ち上げたりしますので、大きな筋肉を使うということで運動効果がかなり大きいですよね。そして、腕の筋肉をしっかり使うということで、有酸素運動に加えて、同時に筋力トレーニングにもなっているのかなというふうに思います。そんなふうな、運動をしっかり行っている仕事の最中ね、お腹が空きますけども、運転をしていたりとか、お店に着いてからとか、会社に着いたら休憩時間あるんですけども、その1回の仕事中ですよね。そういう時には、綿密な時間管理がなされておりますので、お腹が空いてもおやつを食べたり腹ごしらえをするという時間がないんですよね、これが。そしてですね、そういうふうな仕事が、休みの日を除いて毎日、続くわけです。そうね、繰り返されるというわけですね。そんなわけで、強制的にかなりダイエット効果出てるんじゃないかなと思います。実際ね、私も入社から3ヶ月で4キロほど体重が減りましたし、お腹周りもすっきりした感じが実感できてますね。で、周りの先輩方も太ってる方はいませんし、年齢の割に体がしっかりしてるなというふうに感じる先輩方は実際多いですね、やはり。で、まあね、あの普通、例えば事務仕事とかで仕事が終わった後に、ジムで運動するっていうことを考えると、体型維持のためね、ジム通ったりっていうことを考えますと、ジムに行くお金はかからないし、むしろ運動することによって逆に給料がもらえてると、いうことにもなりますし、仕事と別に運動する、時間を取るっていう必要もありませんし、ジムに行く、交通の手間も省ける。こういうふうに考えるとかなりね、今割がいい、効率のいいような仕事をしてるんじゃないかなと、このように考えております。今日は運動について話させていただきました。今日はこれで終わりにします。今日も頑張ってきました。今日日曜日ですけど、皆さんゆっくり休んでください。ありがとうございました。では失礼いたします。